今回のザ・サンデー千葉市は市民の足として愛される千葉都市モノレール特集。沿線エリアを盛り上げるプロジェクトや普段は見ることができない車両基地などを詳しくご紹介します。こんにちは。今日も私たち3人でお送りします。さあ今回は千葉都市モノレールに関するさまざまな場所にお出かけしたんですよね。そうなんです。市民の足として毎日多くの方に利用されている千葉都市モノレール、その沿線エリアを盛り上げるためクラウドファンディングシーバリューで展開されている千葉都市モノレール沿線エリア特集についていろいろと調査してきました。さらに千葉都市モノレール車両基地で今年4年ぶりに開催される千葉モノレール祭りの詳しい情報もお届けします。それではどうぞ。今回は千葉都市モノレールを大特集。昭和63年の開業以来、千葉市民だけでなく多くの方に愛される千葉都市モノレール。国内でも希少な懸垂型のモノレールとしては世界最長 15.2 キロの営業距離を誇り、ギネス世界記録の認定も受けています。その千葉都市モノレール沿線エリア活性化の起爆剤となる商品・サービスの提供を目指すのがクラウドファンディングシーバリューにて展開されている千葉都市モノレール沿線エリア特集。つい最近目標を達成したのが千葉市をホームタウンとする男子プロバスケットボールクラブアルティーリ千葉ラッピングのモノレールを再び走らせよう。クラブのラッピング車両を走らせることで千葉市とクラブを勢いづけ B1 昇格を目指します。そのシーバリューで目標を達成し新商品を開発したのが井の花公園内にある井の花亭。こちらでは四季折々大小の草木が植えられた日本庭園を眺めながらゆっくりと甘味などが楽しめます。二人はまず井の花亭定番の甘味をいただきました。私はお店の一番人気、無添加で作られた井の花団子のセットメニュー、サラ団子をいただきます。お団子が柔らかくてもっちもち、よもぎの風味がしっかりと感じられて、あんこの甘さと相性抜群です。なゆちゃんはあん、生クリーム、カステラを牛皮で包んだ和菓子、ゆきんこのセットをいただきます。いただきます。いや、食感がとても柔らかくて美味しいです。紫芋のあんと他の具材の相性が抜群です。甘さもしつこくなくて何個でもいけちゃいそうです。そしてシーバリューで集まった資金で井の花亭が開発したのがこの千葉つね種月星もんシフォンケーキ。3年後に迎える千葉開府900年に向け、千葉市でも PR 動画を制作するなど盛り上がりを見せる中で開発されたのがこちらのシフォンケーキ。パッケージには千葉宇治の家紋月星紋がデザインされているね。これは千葉市の新名物になること間違いなし。月星紋シフォンケーキ、一体どんな味なんでしょう。ふわふわ食感、香ばしい落花生の風味。これを食べて千葉市の歴史に興味を持つきっかけになってほしいね。月星紋シフォンケーキは井の花亭や千葉ポートタワーなどで販売しているそうです。続いてやってきたのは私らしい暮らし方体験の発信拠点、富尾ビレッジ高階。こちらではシーバリューで家族で楽しめる特別プランの提供をしたそうですよ。早速私らしい暮らし方を体験してみよう。行ってみよう。注文住宅の富尾がプロデュースするこちらの富尾ビレッジ高階にはドッグランやカフェなどライフスタイルを豊かにしてくれる施設が揃っています。2人はまず私らしく豊かな暮らしを提案発信するインテリアショップクラシカへ。
店内には世代を超えて長く使い続けることができる上質な家具やインテリアを中心に幅広い種類の商品が並びます。いろいろな家具や小物が並んでるね。実際の家を模した展示をしているから見てるだけでも楽しいね。自宅のインテリアの参考にもなるね。そうだね。続いてやってきたのは子ども写真館スタジオ小鳥。こちらはどんな写真館なんですか？はい、スタジオ小鳥の撮影では笑顔はもちろん、はにかんだ表情や泣き顔などお子様の成長を感じるたくさんの表情を残しています。日々の生活を彩るお写真をお渡ししています。人生の中の1ページを映し出すってとっても素敵ですね。はい、ありがとうございます。ということで2人も特別に写真を撮っていただきました。子ども写真館ならでは、和やかな雰囲気の撮影で2人も自然な表情に。果たしてどんな写真が撮れたのでしょうか？じゃあこちらが撮れた写真になります。はい、すごい自然な表情で、かわいいです。可愛く撮っていただいて嬉しいです。撮る時にすごく盛り上げてくださったので、この写真撮られ慣れてないかったり不安な方もすごい楽しんでこう撮影ができるなってこう実際に撮ってもらって感じました。こんなに楽しい写真撮影はもうなかなかできないので本当に楽しかったです。いい思い出になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、たくさんの雑貨も見て写真も撮ってもらってすごく楽しかったね。たくさんの方にこの体験をしてほしいよね。千葉都市モノレール特集、最後に2人がやってきたのは千葉都市モノレールの車両基地。今月21日には4年ぶりに千葉モノレール祭りがこの車両基地で開催されるんだって。ちびっこからお年寄りまで楽しめるイベントがたくさん、盛り上がること間違いなしだね。モノレール祭りでは車両基地ならでは多くの体験イベントも行われます。まずは洗浄車乗車体験。なんとモノレールに乗って洗浄機で車体が洗浄される様子を中から見学することができるんです。こんな大きなブラシ見たことない。初めて、こんな光景初めて見た。いや、本当すごかったね。いつもとはまた違った視点でモノレールに乗ることができてすごく貴重でした。普段乗ってるモノレールがこうやって綺麗に保たれてるんだなって知ることができて、もうとにかくワクワクしたし、この楽しさを皆さんにもぜひ体験してほしいね。楽しかった。続いてはモノレールの線路をメンテナンスするための車両、機動作業車に乗っての記念撮影。この機動作業車は終電後から始発前にしか動いていないので、見ること自体がレアなんだとか。モノレール祭りではデモ走行も行われます。つまりモノレール版のドクターイエローってことですね。それだ。記念撮影の対象は小学生以下の子どもとその保護者が対象ですが、今回は特別に若葉ちゃんとなゆちゃんも1枚撮らせてもらいました。洗浄車乗車体験、そして機動作業車記念撮影は往復はがきによる事前申し込み制で10月10日必着です。申し込み方法など詳しくは千葉都市モノレールのホームページをご覧ください。モノレール祭りでは車両工場の見学もできます。ここからは千葉都市モノレールの上田さんにご案内していただきました。こちらはどんな場所なんですか？はい、こちらはですね、検査修繕庫といいまして、モノレールの点検や修繕点検を行うところです。普段モノレールぶら下がってますけど、今地上に降りてますよね。はい、これは、モノレール、4年に一度車でいう車検みたいな重要部検査という、大事な検査があって、そのために
モノレールをぶら下げている台車と車体を切り離して、隅々まで点検を行っている、そういうところです。ひときわ目立っているのがこのワイヤーなんですけど、これは何のために？こちらはですね、安全工作というんですけれども、モノレールをぶら下げている部品が万が一壊れてしまって車体が下に落っこっちゃうようなことがないように、このワイヤーが常に命綱となってモノレールを守ってくれているんですね。だからこそ安心してモノレールに乗れるんですね。モノレール祭りでは誰でも見学をすることができます。この機会に貴重な体験をしてみては？最後に千葉モノレール祭りの PR をもう一押しお願いします。はい、今ご覧いただいた他にもですね、新型車両アーバンフライヤーの運転席に座って、制服を着て写真が撮れたりとかですね、あとは、特設ステージの方では運転士が実演する安全教室とか、抽選会とかですね、たくさん催し物をご用意しております。また、モノちゃんが大好きな美味しいご飯もたくさんご用意してお待ちしております。4年ぶりのお祭り、ぜひ多くの方に来てほしいですね。はい、我々も皆さん、たくさんの方来ていただけるように心からお待ちしております。はい、千葉都市モノレールの沿線ではいろんな体験ができるだけでなく、新しいものがどんどん生み出されているんですね。はい、楽しい体験ばかりでした。それでは2人が訪れた場所のおさらいです。井の花亭、私が食べた雪んこセットは唯一無二のスイーツで、また食べたいという気持ちになりました。月星モンシフォンケーキは食べやすい大きさで、落花生の風味が癖になるのでペロッと食べられちゃいます。これを食べてほっと一息ついてくださいね。富尾ビレッジ高品、インテリアショップクラシカは実際のお家のように展示されているので、インテリア選びの参考になります。スタジオ小鳥は温かい雰囲気で撮影してくれます。自然な笑顔で一生の思い出になる写真を残すことができました。千葉都市モノレール、普段見ることのできないモノレールの裏側を見られて、車両基地にいるだけでワクワクが止まりませんでした。今回さまざまな体験をさせていただいて、モノレールのことをより知ることができました。千葉モノレール祭りは今月21日に開催です。詳しい情報は千葉都市モノレールのホームページをご覧ください。皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それでは千葉市からのお知らせです。電話などを使って現金やキャッシュカードを騙し取ったり、お金を振り込ませたりする手口の詐欺、電話で詐欺が千葉市内で多発しています。犯人と直接話をしないよう、常に固定電話機を留守番電話に設定しましょう。また電話で詐欺に関する相談の受付などについては、フリーダイヤル抑止コールにご相談をお願いします。以上お知らせでした。それではここでプレゼントのお知らせです。千葉市地方卸売市場から極上の甘さ種なし柿を5名の方にプレゼントします。番組の感想を書いてご覧の宛先まで、たくさんのご応募お待ちしています。次回の放送は11月5日です。皆さんもモノレールで特別な旅を楽しんでみてください。それでは皆さん、さようなら。